ブログ。俺だけというか、俺の身内には、シャレにならなかった話。ばあちゃんが写真付きで、心霊スポットに、突撃するぞ、系のブログに載っていたこと。しかも、悪霊の住処とか書かれていたこと。俺が、子供の頃乗って遊んでいたおもちゃの車に、この家に住んでいた子供が、悪霊となり、取り付いている、とか書かれていたこと。俺まだ生きてるんだけど。しかも実際に突撃をされて、父ちゃんの車が壊されかけたこと。ボンネットがべっこりと言ってた。ああ、今はもうそのブログは消えてるよ。10年近く前だからね。墓守っていうか、墓地の管理人だから。墓地のど真ん中にあるんだ、ばあちゃんち。で、ばあちゃんちをぐるっと囲むように墓がある。家自体も木造平屋建て。しかも、築80年というだけで、もう軽くホラーだな。でもそこに50年間、ばあちゃんは住んでいるわけで。俺も子供の頃は、ボンクレ正月と、ばあちゃんちには必ず泊まっていた。なんでか、落ち着くんだよね。でも墓場だし、なんか出るかなって期待は、2年目で亡くなった。供養されているところだからかな。実際何にも出ないんだよ。でも、20畳はあろうかという和室に、阿弥陀如来像と無縁仏の位牌は、何もなくても怖かった。そんな家で育った母ちゃんは、そのブログを見せたら、大爆笑するだけだった。本当に悪霊なんて出るんだったら、母ちゃんとっくに死んでるじゃない。って。ばあちゃんも、有名になれたかね、なんて、ガハガハ笑っただけ。俺一人が、ばあちゃんとじいちゃんに何かあったらどうしようって、シャレにならないくらい怖かった話。ずぶ濡れのお兄さん。学生の頃なので、10年以上前なんだけど、友達の話です。ある日友達のお兄さんが、泊まりで、海に遊びに行った。すると夜中に、海パン姿で、ずぶ濡れのお兄さんが立っていたらしく、友達が、どうしたのって聞いたら、服を取りに来た、って言って、そのまま、いなくなってたんだって。そしたら、家の電話が鳴って、お兄さんが夜、海で遊んでいたら、溺れてしまって、まだ見つかっていないって電話だった。残念なことに、お兄さんは亡くなった。自分が知っている不思議な話は、こんなところかな。黒い人型。私はゼロ感な人間ですが、今まで体験した怖い話を。最初は5歳くらいの頃、じいちゃんと家に帰ってきたら、黒い影が近寄ってきました。当時家で飼っていた犬だと思って触ろうとしたんですが、それは消えてしまって、幼いながらに怖かったです。次は中学生の頃、夜中の3時くらいにトイレに行きたくなって。我が家は非常に古い家で、しかも当時は離れを自分の部屋にしていたので、トイレは外の倉庫内の古いトイレしかありませんでした。トイレに向かうためにドアを開けると、人感センサーで電気が点灯します。で、
出入り口側のシャッターを見ると、さっと黒い人型が出てきました。私はあまりの恐怖に声を上げて部屋に逃げ帰りました。その日は寝ることができなくて、朝まで友人にメールを打ちながら何とか耐え切りました。もしかしたら人間だったのかもしれませんが、真夜中に庭に侵入して倉庫まで入ってきていたとしたら、それはそれで怖い。何よりセンサーの電気が点灯したとはいえ、それは私がいたドア側だったため、シャッターの方は真っ暗です。でもはっきりと人型だとわかりました。そしてそれだけはっきりとわかったのに、真っ黒な人型の輪郭でした。今思い出しても本当に恐ろしかったです。今でも少しトラウマになってるんですよ。競争。まずは友人の A 君の話。十数年前の話ですけど、A 君は心霊とか科学的根拠のないものを全く信じない人で、A 君にはお兄さんがいて、A 君と A 君のお兄さんと、それぞれの友達たちで、某有名な心霊スポットに行くことに。実際、心霊スポットに行っても、何か見たわけでも、体験したわけでもなく、友人たちもいたこともあり、ワイワイしながら帰宅することに。帰宅するときに、A 君のお兄さんが A 君に、帰りは競争して帰ろうぜ。ああ、いいぜ。負けた方がなんかおごりってことで。ということになり、心霊スポットから A 君のお兄さんは車で、A 君はバイクで帰ることに。正直 A 君は勝ったなって思いながら、急いで家に帰り、お兄さんの部屋を見ると、お兄さんはもう、家に着いていて寝てしまっていたそうです。ちなみに車を止める場所とバイクを止める場所が違うので、車を確認せずに家に帰ったそうです。A 君は負けたと思い、何をおごらされるんだろうかと思いながら、ダッシュで帰宅をしたので風呂に入ることに。風呂に入り5分くらいした時、風呂の扉の向こうから、おい、ええか？お前、風呂に入っとるんか？くそ、俺の負けだな。A 君は心の中で、兄貴、喧嘩売ってんのか？って思ったらしいです。風呂から上がって、少しイライラしながら、A 君はお兄さんに、兄貴、俺が帰ってきたとき、自分の部屋で寝ていたじゃんか。なんだよ、勝ったからって喧嘩売ってんのか？と言うと、あ？俺ちょっと前に帰ってきたんだぞ。部屋にも行ってねえよ。兄弟で顔を見合わせ、お兄さんの部屋を見ると、当然ながら誰もいなかったそうです。A 君は、見間違えたのかな？とか言いつつ、気味が悪かったので、何もおごらんでいいぞって言ったそうです。兄弟でも見間違えることってあるんですかね。ですが、一体何と見間違えたんでしょうか。祠の中の蛇。高校2年生の夏、当時付き合っていた彼氏とその家族で旅行に連れて行ってもらった。旅館に着いたが、晩ご飯までにはまだ時間があったんで、彼氏と二人散歩に出かけることに。真夏でまだ日は高く、4時にもなっていなかったと思う。暑いね、なんてたわいない話をしながら、
テクテク歩いていると、長い石段が続いている神社を見つけて、二人で登ってみた。石段を登り切って、100メートルほど山道を歩くと、小さな祠があったので、二人腰掛けて話し始めた。しばらくは話に夢中になっていたんだけど、カサ、カサという物音が妙に気になる。彼氏に、何か物音するよねって聞いても、え、別に？って彼氏には聞こえていない。気のせいかと思い、また話し始めても、やっぱり、カサ、カサって音がする。祠の中から。あんまり気になったんで立ち上がって、ひょいっと、祠の中を覗いてみると、そこには、グレーの色をした何百匹もの蛇が、床が見えないくらい、うじゃうじゃいた。ひゃーって、悲鳴を上げながら、彼氏を置いて、一目散に逃げる私。逃げながら参道の道を見ると、右も左も蛇だらけ。自分が走っている石の小道以外は蛇に埋め尽くされている。気が狂いながら、やっと石段を降り切って彼氏に追いつかれた。わけが分かっていない彼氏に説明をするも、彼氏は、祠の中には、何もいなかったし、蛇なんて一匹も見ていない、とのこと。今から考えるに、そこは地元の蛇神神社で、若い二人に、いたずらでもしたのかなって思う。用務員。小学校の時、用務員さんが急病で、一度だけ代理の人が来た。あまり長くはいなかったけど、まあ普通のおじさん。ただ妙だったのは、すべての女の子に、よりこちゃんと話しかける。ああ、よりこちゃん、気をつけてね。じゃあね。違うよ。私カナだよ。よりこちゃん、元気ないね。私はめぐみ。気になって、周りの友達や兄弟に聞いてみたが、どの学年にも、どのクラスにも、よりこなんていう女の子はいなかった。まあいいかと、いい加減、慣れ出した頃、あの用務員さんが、プールの掃除をしていた。でも、様子が変だったんだ。プールの排水口に顔をくっつけて何か喋ってる。そして風向きが変わった瞬間、おじさんが喋っていた言葉が聞こえてきた。ああ、よりこちゃん、よりこちゃん。代わりがいれば出られるよ、よりこちゃん。俺は走って逃げた。それからしばらくして、元の用務員さんが学校に戻ってきて、その人はいなくなった。その後のことは知らない。午後からのあなたの運勢を占う、午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はパーを出しました。ですのでチョキを出したあなた、午後からの運勢を切り開いていくことでしょう。で、今日のラッキーアイテムはですね、玄米茶でございます。皆さんお茶は好きですか？どんなお茶が好きですか？紅茶、煎茶、番茶、いろいろとありますよね。麦茶ありますよね。なんだっけ、いろんなジャスミン茶とかあるじゃないですか。そんな中でね、
玄米茶ですね。玄米茶といえば昔ね、アニメでね、見た記憶がありまして、燃えるお兄さんというのをね、見た記憶があるんです。で、これね、知識を持ってる理由がですね、すごい声優さんが豪華で、すごいね、豪華だったらしいんですよ。実はね、ビデオで見たんですけど、主人公が八尾和樹さんで、そのヒロインが本田千恵子さんですね、LP プルの。で、主人公のね、なんかライバルかなんかが、池田秀一さんなんですよね。確かね。で、すごい豪華な、燃えるお兄さん。で、その燃えるお兄さんのそのセリフの中で、あちゃ、お茶、玄米茶ってのがあります。皆さん、またお会いしましょう。オアナルコン。またね。